防衛省は今月16日に現役の自衛官が民進党の小西洋之参院議員を罵った問題で調査の結果を明らかにしました。この自衛官はランニング中に偶然出会った際、国のために働け、気持ち悪い、バカと罵ったと説明しています。ただ、小西議員が主張する国民の敵という発言は否定しています。この結果を受けて小西議員は、国民の敵という暴言を組織ぐるみで隠蔽する動きではないかと批判を強めています。